はい、今日は5月2日、今午後5時40分ぐらいだったかな、さっき時計見たら。はい、はい、今日はちょっといろいろ疲れて4時過ぎぐらいかな、作業やめてもう帰ってきました。はい、それから発泡酒飲んだり焼酎飲んだりしてますはい、はい、パンツ一貫です。2、3日前から結構あったかくなったんですよね。はい、うん、それまでは結構朝晩の冷え込みが強くて、だいたい10度か10度以下ぐらいになってましたね。2、3日前から朝晩も15度以上にだいたいなってるみたいです。はい、はい、で、あ、映ってますかね、あれ炭火器の蓋ですね。今日ちょっとアルミテープを貼ってみたら足りなかったですね。はい、だからあれくらいで終了しました。あ、100メーターあるはずなんですけど、はい、あと1本買ってくる必要がありますね。はい、はい、あ、うん、ちょっとまあさっきいろいろ考えたら、ちょっと喋っとく方がいいかなということがありましたので、またちょっと撮影してますほら、あ、ツバメちゃんが泣いてますなんて言ってるのかわかりませんがへいへいはい、あ、どういうテーマだったかな、やっぱすぐ忘れてしまうんですよね。まあ思い出しながら話をしましょうかね。はい、よりよく生きるためにはやっぱり自分のそういうなんていうかな、自分の前に出てくる問題がいっぱいあるですよね、誰でも。はい、そういうことを問題解決しながらやるしかないということですね。はい、最終的には。でも前にも言ったと思いますけど、すべての宗教が言ってるのはこの世はすべて幻だということなんですよね。でも私たちはそれが本当に幻かどうか認識できないんで、まあ一生懸命やるしかないんですけど、はい、だからその全て幻なら人殺ししても強姦しても何をしてもいいじゃないかと、そういう考えをする人間もいるわけなんですよね。だけどそういうことじゃないでしょ。まあみんなが幸せになるようにね、次世代も全て幸せになるようにそういうことを考えるのが普通だと思うんですけどなかなかそうなってないんですよね。はい、だから私も別に自分のやってることに執着もしてないし、ね、だから頑張ってもいませんはい、やれるだけです。はい、まあそういうあれでいいんじゃないかと私は思ってます。はい、そういうことで最終的にはもうこの世の神様というか、存在者の心象ない風景ということになってしまうんですよね。
そこまでは私たちは理解できないから。と、例え話ですれば、私たちの町内にも、町内フローラという細菌がいっぱい住んでますよね。だから私たちもその町内フローラの一匹だと考えたらどうでしょうか。町内フローラは私たちの存在をね、認識してるでしょうか。してないですよね、おそらく。でも彼らはそれなりの仕事をしてるわけです。生き延びて自分たちの子孫を残すために、はい。だから、私もそういうことで、自分のできることね、自分の子孫たちがちゃんとできることを今、こういうことができる、ああいうことができるということをやれば、もうそれでいいんじゃないかなと思ってます。はい。それがダメでも別にね、はい、すべては幻なんだから、はい、般若心経に言ってるように天道一切食い、天道一切、なんだったっけ、無双ね、無双なんだったっけもうちょっと忘れましたけど、はい、そういうことで、まあそういうことで自分たちのやれるだけやってみましょう、それだけのことです。はいはい、だけど私たちもね、一応神様の分身であり、神様の分け御霊なんですから、はい。やろうと思えば、いろんなことができると。そういうことなんですよね。それが、みんな分かってしまうと困ってしまうんで、1% は、そういうのを封印して、はい。唯物論です。あなたたちはこれしかできません。金がなかったらみんな死んでしまいますよ。食べ物もありませんよ。そういうことばっかしやってるでしょ。今回のコロナウイルスも同じじゃないんですかね。はいはい、そういうことで、はいはい、神様が必要ないということになれば、はい、死んで戻っていくだけです。はい、そう考えれば何も恐怖はないでしょ。はい。だから前も言ったように、イスラム教徒の人たちがよく言ってるように、全ては神様のおごしめしですと、そういうことなんですよね。はい。そういう考えに至れば別に恐怖はないでしょ。恐れることは何にもないでしょ。死ぬときは死ぬ。はい。いや、神様がまだやれって言うことがあれば生き延びるって、それだけのことです。はい。なミミちゃん。ミミそこでやってます。はい、そういうことでちょっといろいろ食べりました。終了、撮影終わります。